宇田さん、宇田さん、はいはいはい、ちょっとね、うん、やってみたいことあるんですよ。お、なになに？あのね、筋トレチャレンジちょっとやってみません？筋トレチャレンジいいよ、やろう。あ、いいんですか？うん、なになに？いや、めっちゃ無理で言われた。筋トレチャレンジ？そう、あのね、うん、もうあれじゃないですか、宇田さんって39歳じゃないですか、うん、39、うん、だいぶ結構年齢いってるじゃないですか、うん、もうまあまあまあ結構、まあね、人生においても真ん中ぐらいよね。そうなんですよ、うん、で、チャレンジして鍛えていってもらったらどうかなと思ったんですよ。あ、うん、え、いいんすか？いいよ。そう、何やんの？どんなやつやんの？もう、あの、懸垂？ここ、あ、これ懸垂やめてください。これスタジオです、スタジオ。危ないです、危ないです。これ耐えれない。あの、あれ、肘ついてやる、うん、プランク。あ、そうそう、プランク、ね、はい、そうそう、これプランクじゃないじゃん。プランクじゃないんです。そう、あれだ、海外とかでもね。そうそうそう、めっちゃ、何時間あれ、なんかめちゃくちゃ長いことやってる。え、もうあれ、海外の人何時間でしたっけ？4時間、8時間、なんかそこ…うん、えらいやってたよね。えらいやってますね、世界記録は。あー、ちょっと、あれかもしれないけど、俺やったら、このスタジオ、え、今日2時間でしょ、借りてんの。はい。足りんかもよ。え、言いましたね、その言いましたね。そうそう、ちょっと待って。フランク？フランク。めっちゃきついことさせるやん。はい。今日そういう感じできてないのに、もう似て普通の感じできた今日。いや、めっちゃ普通じゃないですか。めっちゃ普通。ダンスギーじゃないもん、完全に。あ、大丈夫ですよ、うん、ただの筋トレなんで。本当に。え、もうそれだったらちょっともうわらしもやろうよ。え、やろうやろう。もうそれは、そんな俺だけこんなめっちゃしんどい。え、嫌だわ。え、わらしもやろう、一緒にやろう。あ、巻き添え。じゃ あ巻き添え。はい、わかりました。巻き添え。チャンネル、ウーチューバー。いや、でも実際、どんぐらいいけるんかな。いや、わかんないですよ。言ってね、レッスンとかで3分とかやか。いや、何言ってるんですか。え、レッスンだったら、これ、うんうん、え、プランク自体は基本的に1分ぐらいですよ、うん、やってるのは。いや、2分はやってるよ、2分は。2分やってます。2分やってる。あー、うん、だから2分はいけるはずやね。ってことは、それ以上いかへんかったらやばいってことやばいってことやから、とりあえずよし、初や。もうどれだけいけるか。チャレンジやるよ。よし、いくよ。巻き添え黒田。いや、やるんじゃなかった。せーの、はい。うわぁ。やばいっすね、ブタさん、これ。これやばいよ。あの、何がやばいって、うん、この絵面ですよ。地味やなぁ。いいですね、これ。これ地味な絵やで。最も YouTube 映えしない。本当に。動画やで、これ多分今まで撮った動画が多分一番映えないですよ、うん、映えないな、動きないもん。そう、ただ単に男2人が、うん、あの肘立ててこう、うつむいてなんかやってだけやで、だけで。で、これしかも早回しになるから喋ってる内容とかも特に拾われへんっていう。あれ、早回しします、これ。これ早回しでしょ、だって。いや、わかんないぞ、これもしかしたら見てくれる人おる。いや、いるかもしれないですよ、こんな無駄なフリートークしながら喋ってたら。マジで。はい。もうトーク次第か。そうですね、トーク次第ですよ、宇田さん。いや、でもそんな余裕ないで、こうトーク面白くする余裕ないで、これ。いや、そんな筋トレしながら面白いこと言われへんで。わー、早ー。今、1分10秒。あ、1分10秒ですか、うん、あ、結構来るな。来るな、結構来るな、これ。さ、このどこまで限界いきましたもんね。どんぐらいいけるんやろね。僕事実確か3分までは持つんですよ。3分はいける、3分いけるはずなんですよ。 OK、うん、あ、でもいかんせん最近筋トレ全然してなかったので、うん、やばいかもしれないです。いや、これはちょっと待って。わっ、うわっ、あった、来てる来てる。あ、これは師匠が先に倒れるパターンですか。わー、いや、もうそれは絶対、まずまず。そんなになったらもう企画倒れや、こんな。いや、もう企画倒れじゃないですよ。いや、もうこれこそ逆に美味しいもんですよ。わー、それは絶対したくない。あ、これはちょっと頑張ろうか。うわー、やば。くず。リアル的に言いますけど、歌さん今どれぐらいですか。あ、結構やばいかもしれない。結構来てるわ。まあ、2分20秒。あ、2分20秒。あ、今で2分20秒ですか。
あ、やばい、マラシ余裕や、なんか余裕ですよ、やばまだ喋りながら行きますよ、マジか、はい、すげえな、あ、これ来た、これ師匠に勝てるぞ、やば、あ、結構来る、まあ、あの事実喋る、2人とも喋りながらやってるから、うん、かなり来るのは当たり前なんですよ、いや、まあ、喋ってたら、え、3分な、うわ、え、僕の中で多分あと今1分40秒ぐらいちゃいます、じゃあ2分40秒ぐらいちゃいます、え、今2分50秒、あ、やっぱりそれぐらいですよね、あ、来た来た、あ、3分の壁を余裕でいきますよ、余裕でいく、いきます、ね、マジか、すげえな、うわ、3分今 OK です、じゃあ多分あと僕の体感では2分はいけます、マジか、マジで、そんな、あ、それなんか心理作戦してへん、心理攻撃してへん、してますしてます、マジか、心理攻撃してます、ちょっと待って、お、やばい、壁を越えてきた、壁を越えました、壁を越えた、3分20、あ、いや、やばいな、え、何これ、あの何時間とかやってるあの世界の人なんなん、え、あれは化け物です、化け物やな、さすがにね、これ以上喋るときついっすね、あー、やばい、これちょっともう集中しよう、あ、やばい、プルプルしてる、プルプルしてる、あ、とはいえ、宇多さん、正直言いますけど、そこに時計、あのタイムがあるのずるいですよ、あー、4分、あの、予告なんもないですからね、喋ることしかできないですからね、知ってますか、宇多さん、あー、ちょっと待って、笑かなってよし、来た、これはワンチャンあるぞあの、師匠、そろそろ目を上げてもいいんじゃないですか、いや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 、わらしこそどうだい、え、わらしこそもう そろそろなんちゃう、いや、そんなことはないですよ、あー、ちょっと待って、これ、師匠、師匠、来た来た来た、あ、足つりそう、あ、違う、そこ、そこ、腹筋じゃない、足がつりそう、あー、越えろ、壁を越えろ、今何分ですか、今4分48、よっしゃ、来た、5分の壁行く、5分の壁行く、あー、5分来た、あかん、やったー、勝った、師匠、え、ちょっと待って、これチャレンジですよね、確かチャレンジ、え、これもしかしてやり続けんの、お前らしい、頑張ってくれやと、嘘、やった、師匠、師匠、頑張ってくれ、それは聞いてない、それは聞いてないですよ、あ、託した、マジで、まあ、と言いつつも多分あと1分いきます、マジか、マジですね、すげえ、いや、1分無理、え、今だ、分からへん、あー、ごめんなさい、あーと、5分40秒、くそ、あー、楽に泣いたい、やば、あー、汗も乗れる、そこの倒れてる人、そこの倒れてる人、あー、楽や、楽でしょうね、今めっちゃ楽や、宇多さん、うん、6分の壁行きました、マジか、行きましたよ、すげえな、すげえわ、わらし、え、マジか、マジですよ、これすげえな、あー、寝ないでください、あれ、もっといけると思ってた、やば、いやー、ほんとに師匠だったらもっと行ってくる、あそこまで出たかも、あ、すっげえな、いや、これマジで5分きつかったですよね、そりゃ僕もしんどいですよ、え、すごっ、え、これ震えてます、僕、うん、軽く押した、いや、ですよね、うん、7分いけるんだ、7分の壁は越えます、うん、頑張れ、諦めていいですか、頑張ったらもうちょっといけそうな気がする、マジでまだいけんの、はい、すげえな、あー、もう頑張って、ハッピー行こう、ハッピー行きますわ、頑張って、おー、あー、すげえ、
げえ体幹の持ち主や。やべ、汗が滴るぜ。うん、あと20秒すげえな。あやばい。あと3、2、1、ゼロ。8。あ、もう無理。すげえ。宇田さん、ぼうぜんとしたもの、その恍惚の表情は何ですか？素晴らしい。いやー、まあ、あ、しっかり。いつかね、いや、素晴らしいよ。はい、どうぞ。こう、師匠を超えてくれると思ったけど、まさかこんなに早く来るとは。いや、違います。ダンスで超えたいです。超えるんだったら。いや、違う。それですけど。いや、しかし、3分も超えられたら、これもう、かなわんで、これ。3分も超えてで。そうっすよ。かなわんね、これ。僕、8分ですよ。8分行きましたよ。ちょっと待って、全然や、俺。いや、そんなことないですよ。あの、一般人比べたら、一般人は、普通の方は多分、1分ぐらいなんです、多分。そうか。1分行ったらいい方ですよ。それにしたら、頑張ってる。頑張ってるから、普通にすごい方だと思います。そうか。しまったの、わらしを巻き込んでしまって、余計にこう、なんか、ねえ、あざとなったね、わらしを。あざとなりましたね。まあまあ、でもまあ、そうや。その調子でわらしもね、やり続けなさい。うん、頑張りますわ。やっぱり、体はね、どんどん衰えていくけど、その、ちゃんと筋トレをすることで。あと、まあ、すごく、大事にしてほしいのは、その、普段からの食生活。あ、そうですね。結構ね、だから、まあ、その食生活によっても乱れると、まあ、甘いものとか食べ過ぎてもあかんし、はい、うん、ジュースとか飲み過ぎてもあかんし、そういうのも気にしてやってください。はい、はい、まあ俺から言うことはそれだけで、本当にちゃんと食生活とかしっかりしていかないと。はいはいはい、うん、まあ、だから本当にわらしも気をつけた方がいい。で、たそれ手に持ってるもの何ですか？もう本当にちゃんとした手に持っているものは何ですか、それ？そうそう、その手に持っているものは、これはね、ワイワイカードゲームブレイク。いや、絶対違うでしょ。キットカットでしょ。キットカットでしょ。チョコレートとのあれでしょ。よし、終了。終了。チャンネル YouTuber。